周期表、ドミトリ・メンデレーエフ周期表は物質を構成する基本単位である元素をそれぞれが持つ物理的または科学的性質が似たもの同士が並ぶように決められた規則に従って配列した表である。周期率表や元素周期表などとも呼ばれる。周期表は原則的に左上から原子番号の順に並ぶよう作成されている。 周期表上で元素はその原子の電子配置に従って並べられ、似た性質の元素が規則的に出現する。同様の趣旨をもとに作成された先駆的な表も存在するが、一般に周期表は1869年にロシアの科学者ドミトリメンデレーエフによって提案された原子量順に並べた元素がある周回で傾向が近似した性質を示す。 周期的な特徴を冷称した表に始まるとみなされている。この表の形式は、新元素の発見や理論構築など元素に対する知見が積み重なると共に改良され、現在では核元素の振る舞いを説明する洗練された表となっている。周期表は、錬金術師、科学者、物理学者、その他の科学者など、 元素の性質を完結かつ完成度が高く示した周期表は科学のバイブルとも呼ばれる。現在、周期表は科学のあらゆる分野で反応の分類や体系化及び比較を行うための枠組みを与えるものとして汎用的に用いられている。そして、科学だけでなく物理学、生物学、科学工学を中心に工学全体に 多くの法則を示す表として用いられる。脚中現時点で命名されている最もっとも、原子番号が大きい元素、オガネソンの電子配置周期表の配列は、原子の中心に位置する核が保持する陽子の個数に基づいて付けられる、原子番号順に並べられる。陽子が1個である水素から始まり、1マス進むごとに、 用子が一つ多い元素記号を示しながら並べる。周期率に沿って改良され、二段目、三段目と順次追加されていく。そのため、左から右へ、また上から下へ行くにつれて、原子番号が大きな元素が並ぶ。しかし、周期表は長方形ではなく、中央に谷間がある、大まかな大型をしている。これは、 周期率が示す元素の近似的な性質が必ずしも同じ原子番号の整数倍で現れない現象を反映しているためである。周期表において右端にある原子番号2のヘリウムと近い性質を持つ元素の仲間では次に現れる元素は原子番号10のネオンであり、その次はアルゴンとなる。ここまでは原子番号数の差分はいずれも8だが続く仲間は クリプトン、キセノンと増分は18に増える。上に示された一般的なレイアウトの周期表では、この18で一巡し、気ガスで開業する法則をとり、縦方向でまとまる元素の属を1から18、属という名称で設定する。このためヘリウムやネオンがある行では、途中に空白が生じ、結果として周期表は大型となる。 ところが、気ガスにおいて、キセノンの下に続く元素はラドンであり、差分は32に増える。これを1元素1マスを使い表示した、拡張周期表という形式もあるが、一般的なレイアウトでは、原子番号57から71までをランタノイド八89から103までをアクチノイドとしてまとめて切り離し、段外に表示する。結果この周期表は縦十八列、横七段。 段階2行の枠組みで構成される。この形式は、スイスのアルフレッドベルナーが1905年に提唱したもので、現在でも国際的な標準となっている。周期表には118個の元素が表示されており、これらすべてに正式な元素名が付けられている。ただし、原子番号82の鉛までが安定な元素である。メンデレー F が核元素を 特徴から並べた時には、未だ原子の構造ははっきりと分かっていなかった。どのような理論でこれら元素の特徴がもたらされるかは、20世紀になって原子の構造を示す、原子論と電子配置を取り扱う、量子力学理論が確立されて、ようやく判明する。原子には、陽子数と同じ数の電子があり、それが陽子核の周りに、 電子核と呼ばれる層を形成して存在すること。このからは複数あり、電子は基本的に内側から順番に埋まっていくこと。そして、最も外側にある電子は化学反応などの変化においてやり取りがしやすく、その個数が元素の性質を決める要因だということがわかった。ところが、単純に電子核を内側から埋めていく法則は、アルゴンまでにしか当てはまらない。 現在のところ電子核が複数定められており、内側から KLMNOPQ と名称が続いて付けられている。それぞれには収まる電子の最大数が決まっており、K 核イコール2個、L イコール8、M イコール18、N イコール32、O イコール50である。さらにこれは構成原理に基づくエネルギー準備によって電子が順に埋まる電子軌道に分けられる。 K 角は2個の電子が入る 1S 軌道、L 角は2個の電子が入る 2S 軌道と6個の電子が入る 2P 軌道以下、M 角、N 角、O 角、P 角、Q 角となっている。このうち、第4周期において、4S 軌道は 3D 軌道よりも先に電子が満たされる、傾向がある。そのためカリウムからニッケルまでは、 M 角に空席がある状態で N 角の 4S 軌道に電子が配置され、これが最外角として元素の性質を形作る。そして周期表の凹んだ中央部にあるこの元素群は表の横方向で近似した傾向を備え、これらに該当する31族は繊維元素と呼ばれ、このような特性は第4周期以降の長周期と呼ばれる部分で現れる。 未だ電子の存在が解明されていなかった時代、メンデレーエフはこの元素の一群をどう解釈すべきかで非常に頭を痛めたという。このような現象が起こる理由について、現在では M 核内の電子同士が不電化で反発するために起こると説明されている。周期表において元素が表示された位置関係は、その科学的特性を予想することを可能とする。列に沿って、 左右を見比べるよりも縦に並んだマスを比較する方に留意してみるべきである。属は周期表における縦方向の集合である。この属は元素を分類する上で最も重要な方法と考えられている。いくつかの属にあたる核元素の特性は非常に似通っており原子量が多くなる方向で明らかな傾向が見られる。この族には 名称が付けられているが、それらは、アルカリ金属、アルカリドルイ金属、ニクトゲン、カルコゲン、ハロゲン、キガスと、統一性があまりない。第14属元素など周期表におけるその他の属は、垂直方向での近似性があまり見られず、基本的に属の数字で表されることが多い。現代の量子力学理論が要請する原子の構造は、族が持つ傾向で説明され、 それは特性ごとに分ける上で最も重要な要素に影響を与える原子化柄において、電子配置が同一である原子は同じ属に含まれる。同じ属の元素グループには、原子半径、イオン化、エネルギー、電気因精度の傾向にも近似性が見られる。上から下に行くにつれ全体のエネルギー値が高くなるため、原子化電子は原子核から遠くなって行き。 元素の原子半径は大きくなる。原子全体が電子を捕まえる力が強くなるため、下に行くほど、イオン化エネルギーは小さくなり、同様に、原子核と原子化電子の距離が長くなるにつれ電気、陰性度も低くなる。原子番号とイオン化エネルギーのグラフ、それぞれの周期において、アルカリ金属で最も低く、気ガスで最も高くなる周期は、 周期表のおける横方向の集合である。基本的に核元素の特性に属で示されるほどの似通ったところはないが例外的な箇所もある。これは繊維金属と特にランタノイドやアクチノイドにおいて水平方向で近似性を持つ特徴が相当する。この周期は災害電子核が内側から何番目であるかを表している。同じ周期にある元素は 原子半径、イオン化、エネルギー、電子親和力、電気陰性度のパターンで似た傾向を示す。左から右に行くにつれ、一般に原子半径は小さくなる。これは元素に含まれる陽子の数はだんだんと増えるため、それに応じて電子が原子核に引き付けられるためである。これに伴ってイオン化エネルギーは大きくなり、気ガスで最大となる。 原子半径が小さくなると全体を捉える力が強まり、電子を引き剥がすために必要なエネルギーが大きくなる。電気陰性度も同じ区画による電子の牽引力が増すため大きくなる。電子親和力の周期内による変化傾向はわずかである。周期表左側にある金属元素は一般に気ガスを除いて、右側の非金属元素よりも電子親和力は低い。 この図は周期表における元素のブロックを示す。災害核電子が元素の特徴に大きな影響を与える点を考慮して周期表を領域で分ける分類もあり、これはブロックと呼ばれ、最後の電子が存在する赤くの位置に応じて名称が付けられる。S ブロック元素はアルカリ金属とアルカリドルイ金属の2つの属に水素とヘリウムが加わるブロックである。 P ブロック元素は残り6つの属が該当し、半金属はここに含まれる。D ブロック元素は3から12属元素にあたる繊維金属を包括する。通常、周期表の欄外に置かれるランタノイドとアクチノイドは F ブロック元素となる。元素は他の集合でも分類され、周期表の縦横、またはブロックでも示しにくい場合がある。金属。 半金属元素と非金属元素の区分は暗示的にしか表現されない階段状の斜め線で区別されている。その線の右側が非金属元素、左側が金属元素であり、間に半金属が挟まれている。金属が持つ典型的特徴である電子を放出しやすい性質は周期表の左下で強くなる。また、単体が 常常温圧でで取る物質の状態もブロックでは表しにくい。全体の傾向は、水素と右上のヘリウム付近が気体であり、例外的に液体の層となる臭素と水銀を除いた元素は個体である。このような分類は、マスや文字色などそれぞれの周期表で工夫を凝らした表現で示される場合もある。ベギエド・シャンクルトワの 地の螺旋概略図18世紀後半から19世紀前半にかけて科学の発展に伴い元素が数多く発見され、1789年にアントワーヌ・ラボアジエが作成したリストでは33個の元素が記載された。1830年までにその数は55種まで増え、それとともに科学者の中には漠然とした不安が持ち上がっていた。 元素は一体何種類あるのか、そしてこの増えるばかりの元素には何かしらの法則性が隠されていないのだろうかという疑念である。1829年、ドイツのヨハン・デーベライナーは1826年に発見された周素の色や反応における性質、そして原子量が塩素及び要素の中間にあることに気づいた。彼は他にも同様の組み合わせがないか研究したところ、 カルシウムマイナスストロンチウムマイナスバリウムと、イオーセレン、マイナステルルにも、同じような性質の近似性があることを見つけた。デーベライナーはこの組み合わせを三つ組元素と名付けた。しかし、当時知られた元素のうちこれに当てはまるものは16に、過ぎず、多くの科学者は単なる偶然と片付けた。当時、原子量と分子量、そして、化学等量は、 明確に区別されておらず、混同も多かった。八百六十二年に、フランスの鉱物学者、ベギエド・シャンクルトアが、地の螺旋という説を発表し、円筒状の紙に元素を、螺旋型に並べると垂直方向に性質が禁じした、元素が並ぶと唱えた。しかし彼は数学における、錬金術的な、数比学という方法でこれを説明し、的確な図を添付しなかったために、 他の科学者には理解されなかった。1864年、イギリスのジョン・ニューランズが当時知られていた元素を並べると最初と8番目の性質が似ており、以下2番目と9番目も同じ傾向があり、これは7番目と14番目まで同様に見られることを音楽の音階になぞらえて、オクターブの法則と名付けて発表した。ただしこれはさらに大きな元素には当てはまらなかったために、 賛同を得られず、かえって、では、元素記号のアルファベット順に並べたらどうなると、嘲笑の的になった。1864年、ドイツのロータルマイヤーは、基地49種類の元素を、原子姿に着目し16列に分けた、周期表を考案した。これは、電子化が、同じ元素が近似した性質を持つことを表していた。 メンデレーエフが1869年に最初に作成した周期表ドイツのアウグスト・ケクレは原子量や分子量などの概念がまだしっかりとしていないことを問題視して1860年にカール・スルーエで元素の質量測定をテーマとした史上初の国際科学者会議を開催したこの会議に出席したロシアの教師であり科学者であったメンデレーエフはそこで イタリアのスタニズラオカニッツァールが唱えた原子量を重視すべきであるという主張に影響を受けた。メンデレーエフはロシアに帰国した後にペテルブルク大学の教授となり、1896年に科学の教科書を執筆していた際に発見済みの数が63個にまで増えていた元素を説明する方法に悩んでいた。彼は自分の好きなカードゲームから発案して、 元素名を書き込んだカードを原子量順に並べ替えることを何度も繰り返すうちに一つの表を作り上げた。それは原子化を重視し、かつ適切に当てはめられる元素が表中にない場所には、エカ鳳ソ、エカアルミニウム、エカケイ素などの仮の名を付けて、元素を割り当てずに開けておくという工夫を施したものだった。この表は1870年にドイツの科学雑誌に発表された。 メンデレーエフの第二周期表、1871年。表の上部には水素化物と酸化物があるように、彼は化合物を重視してこの表を作成した当初は、この彼の表の価値を認める学者は、ほとんどいなかった。しかし、マイヤーはこれに注目し、原子用の考え方を加えた論文を発表した。彼は、原子量順の原子姿を調べたところ、 リチウムナトリウムカリウムと並ぶアルカリ金属属に該当する元素は原使様が前後と飛び抜けて高いことを示した。メンデレー F はマイヤーの論文も参照し改良を加えた周期表を作成した。これにはローマ数字 i から8で縦の分類が施され打ちセブ7が基本的に12属及び1317属に対応し8には 繊維元素群を入れ、またキガスは反映されていなかった。それぞれには2種類のア族を設け、表の左右に振り分けて区分した。メンデレーエフの周期表はすぐに認められたわけではなかった。しかし1875年にフランスのポール・ボア・ボードランが新元素ガリウムを発見し、これが周期表中のエカアルミニウムと一致した性質を持つことが判明すると、 周期表が注目を浴びるようになった。その後も1879年に発見されたスカンジウム、1886年に発見されたゲルマニウムがメンデレーエフの表の空白の位置を埋めるものだということが判明し、彼の周期表による予想の正しさが証明された。これに伴ってオクターブの法則のジョンニュー・ランズも再評価され、 1887年にイギリス科学学会から賞を授与された。しかし、周期表による予言では収められないケースもあった。1794年にスウェーデンの小村イッテルビーで発見された鉱物群からは多くの新元素が見つかっていたが、1907年までにその数は14にもなった。これらはいずれもよく似た性質を持っており、気ルイ元素と呼ばれたが、 メンデレーエフの周期表に当てはめようとしても、いずれの族にも収まらないものであった。この問題は常に意識されていたが、1920年以降に、これらの元素はランタノイドという概念のもとにまとめられて、決着を見た。メンデレーエフは化合物の出来方、すなわち原子化を重視して、周期表を作成した。ここに、1894年に、 ジョン・ウィリアム・ストラットとウィリアム・ラムゼーが発見した新元素アルゴンが立ちはだかった。怠け者を意味する化合物を作らないアルゴンをどのように周期表の中に組み込むべきかが悩まれた。しかし1898年までに同様な性質を持つヘリウムネオン・クリプトン・キセノンが相次いで発見され、これらも周期表の属の一種だと考えられるようになった。 これら元素は、気ガスと呼ばれたが、原子化を示すと、ゼロとなる。原子量で考えるとアルゴンは、カリウムとカルシウムの間に入るべきだが、原子化で見ると、陽塩素カリウムカルシウムが2112となる点を重視して、塩素とカリウムの間に入れると2 1 1 2となったため、気ガスは、周期表の右端に置かれるようになった。周期表で示される元素の性質を作り出す構造は、 1913年にニールス・ボーアが提唱したボアの原子模型で理論説明がなされた。彼の理論によって元素は電子配置によって性質が左右し、その軌道が周期表の周期と対応していることが説明された。実物周期表周期表の各マスには最低限元素記号と原子番号が記される。大きな周期表においては、 これに加え様々な情報が追記されたものもある。日本ならば日本語の名称というように作成地域の言語における元素名、原子量や値電子数、さらに拡張的なものでは電子配置や利用例なども加えられることがある。原子量について元素の多くは同位元素を持つ。これらの原子量は一定ではないため表記する際には 関例的に半減期が最も長い同位体をカッコ付きで示す。なお、原子量には絶対質量と相対質量があり、後者は質量数12の炭素を基準12と置いて設定される。これには物理学会と科学学会の間で右与曲折があり、1820年頃は酸素を基準16として設定していたが、1890年代に なって、天然の酸素は、実は三つの同位体の混合物であることが判明した。そこで物理では、厳密に16王を基準として定めたが、科学では従来同理酸素の三つの天然同位体が混ざった状態を基準としていた。1960年になり、基準の統一についての検討がなされたが、16王を基準に設定すると科学では、原子量や分子量の数字が、 従来の値から0.027%も変化してしまうので天然の同位体の存在割合が比較的少ない 12C を新しい基準に採用することにして基準の変更による数値の変化を0.0043%に収めた。現在一般的な周期表では水素は最も左上の場所にある。しかしこれは適切ではないのではという意見が過去。 IUPAC の雑誌にて提唱された。現状では、水素は、最外核に一つの電子を持つ一族の位置にあるが、リチウム以下でこの族は、アルカリ金属を指しており、金属ではない水素がここにある矛盾が指摘された。また、電子核が満たされる状態から一つ電子が少ないと、捉えると、フッ素以下の17族の仲間と考えることも、可能であり、実際に、 水素はアルカリ金属的な性質とハロゲン的な性質を合わせ持つ。IUPAC は水素の位置を左上端に置くとする見解を示しているが、アメリカ科学会などはこれらを考慮し、水素を第一周期の中央部分に置いた周期表を掲載した書籍を発行している。また、周期表によっては17属のフッ素の上に水素のための別枠を設け、 ヘリウムの左隣に兵記する方法を取ったものも存在する。また、ヘリウムも最外核の電子数が2つであることを重視して2属のベリリウムの上に置くべきという主張もある。しかしヘリウムは気ガスの性質を持つため、右端に置く現状が最適という考えが一般的である。平面的な周期表では一族と18族が大きく断絶しているように見えるが、本来この2つの族は、 原子番号が隣りり、合ってているるる。通連続して示されるべきものである一般的な周期表は、いわば螺旋状に連なるべきものを無理に平面で表示している。京都大学教授の前の越輝きは、円筒の上に示すエレメンタッチを考案し、立体的な周期表を示した。断崖に置かれたランタノイドとアクチノイドを取り込んだ立体周期表を、科学者、 ポール・ジュゲールが提案した。平面上の周期表を立てた棒に貼り付け、ランタノイドとアクチノイドの部分を直角に差し込んだもので将来119番目以降の元素が発見された際に設ける必要が生じる乱外も取り込むことができる。カナダの科学者、フェルナンド・デ・ボーは柱に取り付けた複数の透明なプレート上に核原子を配列し、プレートで同一の周期を示しながら、 族を上から見下ろした際に元素の表示が重なって見えることで周期率を表す立体周期表を提案した。これは柱を中心にそれぞれの方向に近似する性質を持つ元素の集団が見通せ、それが規則的に増加する周期それぞれの性質を把握しやすい形となっている。電子軌道で分類する周期表もある。分類は次の通り。 1960年代後半から1970年代前半まで、理科教育現場では1980年代頃まで、周期率表との用語が使われていたが、それ以降は主に、周期表という表記がされている。周期率表は誤った用法との指摘もあるが、古い用語で教育を受けた者が使い続けている、現実があると指摘されている。なお、大韓民国においては現在でも、 周期率表の表記が一般的となっている。ありがとうございます。